スポーンポーン。はい、というわけで、はい、お久しぶりでございます。あ、そうだね、そうだ ね、すみません、こっちのお稽古の都合でちょっとお休みさせていただきまして。それはね、しょうがない、それは。いいよ、お稽古。そっちをメインで頑張るべき。また、そうなんですけど。お稽古あるのいいよ。お稽古ね、頑張っておりますよ。絶賛稽古中でございます、もう本当に。一生懸命やっております。うん、そうね、なんか、一生懸命やってる感じ。やってる感じはね、ね。お、すごい、早い。あざす。一生懸命やっておりますが、なんか面白かった。そうなん？いやもうね、汗だくでございますよ、毎日毎日。あ、桜井さんこんばんは、ありがとうございます、ご無沙汰しております。なんか未だに定位置が決まらへんけど、私は。今映ったで、照明機材が映ったで、あ、これね、これね、イエスアイアムの先行得点届きましたっていう。ああもう申し訳ございません、申し訳ございません。申し訳ございません、本当に遅くなりまして、いやー本当に申し訳ございません。ね、難しいね。岩見さんお疲れ様です、ありがとうございます。お疲れ様です、岩見さん。お待たせしております。桜井さんもこんばんは。こんばんは。魚さんは未だに定位置が決まらず、画面がフラフラ。いったいったいったいけ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 た。今日はタメちゃんがね、ちょっと胃が日本海以上に荒ぶってるらしいね。どうしたんや、何食べたんや。分からへんけど、でもまあね、タメちゃんはね、なんかもともとタメちゃんってでも荒ぶってるっていう表現が似合う俳優やん。何にしてもそんな気せへん。何にしてもタメちゃんで、あ、なんか何そう、荒ぶってるっていうのが似合う。熱い熱い男やんか。熱い男なるほどね。荒ぶってると熱にちょっと近くない？いや、なんか、なんちゅうやろう、そう、やっぱ何に対しても、こう、まっすぐ、こう、まっすぐぶち当たっていく感じやん、食べちゃって。なんか、ぐっつぐつに煮詰まった鍋みたいな感じ。なんていうかな。違う。不器用やから。そうそう、なんかこう。自分不器用っすから、みたいな。正面突破しか知りません、みたいな。でも意外と。荒ぶってるって言わないで。でも意外とあの人、小心者やったり気遣いやったりする。実は一見こうガンガンいってるように見せかけて意外と気遣いや。そうね、東京に染まりやすいし。そうね、すぐ染まっちゃう。まあもともと静岡やから。あ、まあそうね。そうかそうかそうか。そもそもね、魚さんメガネ似合いますね。あ、今日わあ、ありがとう、嬉しい。3人さんとも今日はメガネ。楓ちゃんも、そうですね、楓ちゃんも皆さんメガネですね。あれでもタメちゃんもいつもメガネじゃなかったっけ。あいつメガネ。タメちゃんもメガネ、うん、メガネばっかり。あ、だから魚が今日は家出てなくてメガネやから。そうそう、家出てない、そうそうそう、メガネが揃ったということですね。そうそう、まあ外出る時とか化粧する時、まあ大体何かあると絶対コンタクトやねんけど、うんうん、まあ、家出えへんのにね、コンタクトする。私、ワンデーなんで、もったいないなと思って。ああ、確かに。うん。俺、でも、コンタクト、ほんまにお芝居の本番ぐらいしかつけへんもんね。ああ、そう。普段、メガネかけるやん。メガネしたらさ、ね、目ちっちゃいから、こう、しょぼんってなんねやんか、顔が。そう、俺もそうやからね。そうやね。顔がしょぼんってなるから、メガネでごまかしてんねやんか。なあ、なんかそう、メガネで、目の大きさごまけるよね。うん、みんなね、うん、このここに後つかん？つくよ、めっちゃ。あ、メガネによる。でもめっちゃつくメガネとつかへんメガネとある。私めっちゃつくねんやんか、うんうんうん、ここにもほんの1分ぐらいつけてただけでつくの。あ、はいはいはい。でそれでなんでかなって言ってたら、もうちょっと今コロナになってから行ってないんだけど、うん、リンパマッサージをよく行ってて。あ、はいはい。でリンパマッサージの先生が顔がむくんでるからあとつきやすいねみたいなこと言われて。へこむってこと？そう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 。むくんでるのへこむってこと？ギュッてやったらなんかこうほらむくんでる人こうあと残るみたいな言うやん。よし、むくもってこんなとこむくんでんの？そんな。そうなんかね、私。しかも毎日むくんでるってことやろ、そしたら。そう、毎日顔が、お酒飲んでるからね、毎日顔がむくんでる。あ、そういうことか。そういうことか。し、私、首の骨が悪いから、
あの血流がそもそも悪い。悪いねや。へえ。そう。なんか老廃物が溜まりやすい顔に。ここに。ここに老廃物溜まってる。もうちょっとどうしたら涙腺からビヤって飛ぶんじゃん。そう。出そうやな。こう外側にしたら外側にヒュッてやったら涙腺から老廃物がピュッて。それやったらあの頑張って押すわ。今日さ全然関係ないねんけど、はい、その病院、はい、私もちょっと胃が弱くて、うん、なんかねずっと1週間カスピ海ぐらいの感じ。カスピ海、そう、そうね、カスピ海がどんな状況かは知らんけど胃が大事は日本からだけど、そうそう、うん、ヨーグルトのイメージしかないけど、ね、そうやな今日でなんかずっと1週間以上前からここになんかこう、はい、ずっとなんかが詰まってる感じがしてたのよ、うん、なんか飲み込んでもずっとある、飲み込んでもずっとあるみたいな、はあ、でなんか一応ネットとかで調べたら、うん、逆流性食道炎やねんけど、逆流性食道炎の、まあ、ちょっとひどい症状が出てるか、うん、まあ、ストレスかみたいな、でもなんかまあがんの可能性もあるかもしれないみたいな感じだったでさ、そうそう、なんか怖いと思って病院行こうと思って今日病院行ったら、その生体を見るファイバーみたいなこう入れるのよ。それをカメラ？カメラみたいなの、それを鼻から入れられるんけど、うん、まあ、全然痛くもなんともないねんけど、うん、こっちの鼻から入れたのね、うん、こっちの鼻から入れたらこっちの目から涙が出てきて、うん、こっちなんともなくて、すごい、あ、ちょっと恥ずかしかった、大の大人がファイバー入れて泣いてるこの人みたいなまあでもそんな、なるよね、なんかそのあれじゃん、こうあれやろ、インフルエンザのやつだって、あの、あ、そうクッて入れてってなるやつ、そうそう、でもね、全然カーッとかもならへんのに、なんか、なんかが通ってるかな、痛いとか全然何も感じへんけど、こっちからだけ涙が出てきて、へえ、なんか繋がってんのかな、面白かった、繋がってるんちゃう、繋がってんじゃない、まあ結果別に何もなくて、声帯も綺麗で、うん、で、まあ、なんかこう触診しても何もないなみたいな感じだったから、まあ逆流性食道炎やったらそれが原因かな、まあストレスで悪化したかなみたいな感じで胃薬もらって帰ってきてるけど、ストレスまた感じてるんですか？いや多分ね、家にずっといることが今は一番ストレス、まあまあまあ、だからじわじわ来てるやつやな、そう、あとなんかこんなさなかちょいちょいイベントとか、うん、まあ、来月ちょっと無観客で舞台やったりとかすんねんけど、はいはい、なんかその恐怖がある、私ほんまにできるみたいなこんだけだらけ出てるみたいなチューズもやってたんじゃん、あ、そう、チューズはでもさあるから、あ、そっか、リーディングか、そう、でもまあそれはそれなりに緊張したけど、まあすると思う、本だって何パターン、しかもさ、読んでて噛んだらどうしようっていうのね。読んでんのに噛むって何って思われるから、ちょっとマジで噛んだら噛んだみたいな恐怖あるよね。そう、あるし、いいわね、なんてずっとこうやってられへんやん。ああ、はいはいはい。やっぱちゃんとカメラ見てこう反応とかしたらさ、はいはいはい、今どこってなるやん。なるなる。今どこ読んでるっけ、そうそう、みたいな。リーディングはリーディングで実はいろいろね、プレッシャーがかかるっていう。そう。でなんか、結末、選択によってさ、いろいろ台本が変わるからさ、変わっていくんやんね、そ、なんかこの流れを覚えとけばいいとかじゃないやん、なるほどなるほど、そう、全パターン一応目通してある程度自分の頭に入れて、そう全パターンそう稽古して、うんうん、でこのパターンやったらこういう風にキャラを変えていこうとかこうしようとかこう考えてる、どれが来るかわからん、それリーディングなの？リーディング、そう、それすごいね、どうやって変わっていくの台本は？あ、台本が、まあ、一番最初戦闘があって、でなんか男の人が女の人に惚れるねんけど、そこで告白するかしないかっていう選択をお客さんに聞くねん、した方がいい、ね、しない方がいいみたいな、はい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 、で多数決でした方がいいってなったら告白したバージョンの台本になってみたいな、あ、そっから台本まで変わんねや、そうそう、でそこから次また今度は結婚する結婚しないみたいなのをお客さんに聞いて、おで結婚しないやったら結婚しないバージョンの台本があってとか、こう何パターンもあって、面白いな、面白かった、面白かったけどめっちゃ緊張した、稽古も大変やんな、
稽古もその何パターンもやらなあかんからなんか頭がごちゃ混ぜやって。あ、そうかそうか、そうやな。え、なんかダメ出しもらった。うんうん。ダメ出しもらったけど台本に書かれへんから。なんで？共通の台本やからみんな。他の人、他の組み合わせの人も使うってことか。それが台本もセットと一部になってるから。ああ、なるほど。自分のものっていうのをじゃないのでやるからさ、なんか。いや、帰ってあのダメ出しってどのパターンのどれやったっけみたいな。はあ、大変だねそれね。面白いな。面白かった。なんかでもどっかもなんかエンディングが変わるリーディングやるってなってなかった。あ、あれどこやろ Z システムやと。あ、なんかあのいやそうそう配信公演やけど、うん、こうなんかあのツイキャスのなんだっけ、アンケート機能みたいなのが あるね、あるある。それをアンケート機能ある。アンケート機能する今から。はい、いいえみたいなのがあるんだよな。そう、はい、いいえ、はい、いいえとどちらでもない。ツイキャスちゃよかった、やれんズームやった。うん、そう、これ魚さん好きですか。あ、でもこれできるよ、はい、やってみる、うんうん、やめて、無駄に傷つくからやめて。魚は可愛いやめてやめて、その話に付けるやからやめて。あの何票来て何票がはいで何票がいいえっていうのが全部出るから、うん、そうそう、やめてやめてやめて、傷つくから。いやもうここは優しい世界やからみんなはい押してくれるよ。そんないいえ押す人おらへんって。だからいや、おったらどうするやん。じゃあやってみようか。悪いな悪いなほんま。いやいや、いつもだから今木曜日俺ツイキャスしてんねんけど、それは、うんうんうん、あのずっと昔からの YouTube とかやってる相方とやってんねんけど、それでそのお互いリレー小説を書いてんの今。あ、私それ中学生の時にやった。あ、ほんま、うん、でリレー小説をやってるんだけど、最後にお互い3択をあのサウンドノベルっていうゲームわかる、はあはあ、あの小説読んでいって途中で選択肢が出てる、うんうんうん、で選択肢選んだら、はいはいはい、いやそうチューズと一緒で選択肢選んだらその結その先のストーリーが変わるっていうやつで、お互いにだからある程度その小説書いて、で最後に3つその別の行き道を書いて、でそれをどの続きが聞きたいみたいなのをお客さんにアンケートで聞いて、で今リレー小説やっていってんねん。うーん、面白い。そうそうそう、うーん、全然話進めへんねんお互い。もうボケてボケて全然あの世界の謎を追求しようとしないっていう感じになってるけど、なんか私も中学生の時5人ぐらい友達と、うん、あの交換日記って、うん、まあ、女子の中で流行るやんか、うん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 、じゃなくて交換小説をやろみたいな。へー、なんかそれなかなか混ぜた中学生やそやな。そのメンバーが全員ちょっとあのアニメが好きやったのね。ああで、まあ、交換アニメは書けないから漫画は書けないから小説にしようみたいなんだけど、なんか私はさ、まあ、こういう性格上さ、ちょっと綺麗にまとめにかかるのよ。あ、こう、うん、みんながとっちらかった問題をまとめようまとめようとするんだけど、はい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 、結構他のメンバーがとっちらかるのよ。はい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 、全然終わらんかったねそれ。そうやな、決めとかなきゃ、何回回しで終わるとか決めといたらな。そうやな、あ、そうかそうか、そうそう、永遠終わりなかったら永遠かけるからな。せっかく綺麗に終わりに向かうように話を進めたのに、だがしかしみたいな。やめろや、また登場人物増えてるやんみたいな。誰こいつ、なんか殺されてるし誰かみたいな。ああ、そうそう、面白いね。うちはだからね、全部で12回にしようって言って、ワンクールにしようって言って、今9回までいったかな、うん、おお、もう終盤に見えへんの。そう、終盤で俺が無理やりいろんな設定をあの崩れないように無理やり設定全部決めた回を作って、さあこれで土台はできたから最後あと3回頑張ろうみたいな。土台ができんの遅いな。土台が9回目にして やっと自分が固まって。それ1話2話とかって決まるやつじゃない。いや違うよ、やっぱ謎を残していかないとさ、やっぱ引きがないやんか。
まあ、確かにね。なんで、なんでこの物語はこんな進み方をしているのみたいなことをせなあかんから、思わせぶって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 、後半、ギリギリになってから、あかん、やばい、これもうあかんわっていう、焦って、もう無理やり、ちょっと。うんうんうん。しかも、なんていうの、結構ちょっと途中から SF っぽくなってきて、うんうん、で、だ自分の中でこう、何か登場人物出てきて、こう、相関図とか作ってやってんねんか。じゃあ、うんうんうん、相関図、自分なりに相関図作って書いたら、向こうが全然違う設定っぽい感じでぶっ込んできて、ちょっと待って、相関図崩れるってなって、なんやねん、それ、なんでそいつこいつにこんなこと言ってんねん、みたいなになって、違うやん、うんうん、そうだ言うはずないやん、みたいな。でも言ってしまったから、言ったっていうことは、こことこいつはこういう設定じゃないなってなって、もう一回相関図組み直して、みたいなことを毎回繰り返していってって、やばい、もうそろそろこっちから先手を打ってちゃんともう設定決めないと向こうに崩されると思って全部説明するみたいな楽しそう楽しそうぜひ YouTube, すごい、ね、YouTube にも上げてるしあのノートっていう アプリにも全文公開してるんでよかったら読んでください。もうむちゃくちゃですけど桃太郎っていうタイトルなんですけどね。桃太郎すごいな桃太郎か、面白いな。桃太郎で、まあ、SF、桃太郎。まあ、桃太郎で SF やばいな。SF。いや、桃太郎、あ、ひろしくんが止まった。やで言うたら。あ、止まった？あ、動いた。桃太郎もね、桃太郎も SF みたいなもんですもん、うん、実際あそもそも、ね、SF みたいなもん。桃になんで人入ってんねんっていう、そこからもう SF。そんなん言ったら昔まずそっからね、うん、日本昔話全部そうやん。そう全部竹からなんて人が入ってんねん。だからあれはもうだって月から来る、なんかもっと言ったら何やったっけ、なんか映画でさ竹取物語めっちゃでかい宇宙船が最後迎えに来る映画とかあったやな。なんかあったな、あったやな昔な。うん、だからすごい宇宙人やった的な。そう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 、なんそんなんもあるから。もう日本の映画で、日本の映画、日本の映画。へえ。まあある意味もう SF に置き換えてしまってる映画とかもあるもんね。うん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 、まあ確かにね、月から人来るって言ったらもう宇宙人で全部丸く収まんもんな。そうやな、な、うん、そう考えると。でも昔の人ってすごいなんか脳みそ柔らかかったよね。そうやな、メルヘンやったんかな。まあでもだってわけのわからへんことは全部神様のせいとか妖怪のせいとかにしていってたもんね。ああそうだね、そうだね、うん、だって鶴の恩返しなんて鶴が人間になんねんからな。そうやな、まあそうやな、うん、でもそしたらもう、うん、ギリシャのあのギリシャ神話のゼウスなんかいろんなものに変身していろんな女食いまくってるからな。やめろ、最後の一言やめとけ。だってあいつはあいつはいろんな女性を自分のものにするために動物とかいろんなものに変身してこうより寄っていって今だっつっていろんな女性をやってしまうっていう。で嫁さんにクワッって怒られて、嫁さん神様やのに。そうで嫁さんがその女の方に呪いをかけるっていうのが大体のお決まりのパターンやからね、うん。恐ろしい話ですよ。まあね、そうね、でもそうだね。まあ日本の神話っていうか、うん、もうそんなんばっかりやからな。うん、そう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 。だから最初のね、神なんか言ったらまあ天皇家の始まりの前、うんうんうん、前のこう電気的なとかね、うん。そうそう。あれもだって国産みやからな。うんうん。産むねんで神様が。そうそう。まず淡路島という。だからそう生まれてね。男の神様とアダムのイブみたいに一人一人の神様が、うん、まあ神様の世界から降りてきて、で、ああどうしようかっつって、じゃあとりあえず子供を作ろうかっつってやることやったら淡路島が生まれて、それが最初何て言うかな、イザナミが女な、ね、が女で、イザナミがイザナギを見て、うん、いいなと思って、うん、声をかけちゃってん、うん、あなたって声かけて、うん、ほんで、はいっつって、あなた好きだからちょっとって言ったけど、あ、ちょっと待ってくれと。あの、先に女から声をかけるのは良くないっつって。なんかそう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 。順番が。
そうそう、もう一回男から声をかけ直すパターンでやり直そうって、うん、まだおそうやり直せるんや、うん、そう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 、でもう一回あっそう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 一回やってるのに、そう、お女から声をかけたパターンで国を生んだらちょっと失敗したりする。そう、それ女から声をかけたから、だから男から声をかけ直そうっつって、初めて会った手でまたかけたら うまいこと国が生まれてみたいな、あどうもどうもみたいな感じで、そうそうそうやね、そんなかわいいっすね、そんなやり直しとかあるんや、そう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 、結構だからね、そういうね、下の表現めっちゃ多い、多いよ、ちゃんとしっかりと、なんか昔の話って多いよね、うん、なんか一個俺がなんじゃそれと思った、その日本の神話の話で、うんうん、その一人の男の神様が、まあある女の神様も気に入ってたんやけど、うん、どう声をかけていく、止まった、よし君が止まった、いいところで止まったよし君止まってた、あ止まった、どう声をかけていいかのところで止まった、あどう声をかけていいか分からんかったんやけど、うんうん、そこで、なんていうの、その、まあ、神様がね、うん、川がこう流れてんねんけど、うんうん、川のところにこう小屋があって、うん、そこでこう、用を足すの、言うたら。その川に用を足して流すみたいな、はいはい、そういう小屋があって、うんうん、その女の神様が、その小屋に入って用を足そうとしたときに、うん、川を流れて、下からパッてまさかまさかやったったらいけるんちゃうかっつって、うん、なんか矢の形になるかなんかで変身してこう流れていって、ちょうど用を足してるところにピョンって行って、うん、見事成立っていうクソやないか、そんなやつ、 そんなんあんねん、何それって思うけど、すごいよね、面白いよ、結構読んだら、うん、今がなさすぎるよね、逆にね。まあでもね、はい、うん、それが命の始まりですからね。それがないと。そうちゃんと教えないと。そうそう、そういうことないとね、うん、僕らはここに生まれてないわけですし、これからね、うん、人間をこう、人、子孫を繁栄できないというか、継いでいけないの。うん、どうしたんですか、坂さん、急に。ですね。私ね、アホ毛が気になってる。違う違う違う。10円ハゲできてるって言ったっけ？あ、知ってる知ってる。あ、俺、聞いたっけな。なんで？まあ、500円より大きいのができてんねんけど、毛が生えてきてさ。あ、短いから。短いから。そうそうそう。収まりかき。これ恥ずかしいねんな。切ったらええんじゃん。切ったらあかんやん。切ったらええにこの子伸びへんやんか。そっちに全部合わせたらええ。全部短い方に、全部短い方に合わせていく。全部短い方に合わせて今の長さになってんから。あ、そうか。そうか。見える？見える？見えるよ。ピョンってなってるの見えるよ。これこれ。もっと、うん、まあもっとこれぐらい空いてるから。何それ、何ストレス、ストレスで？いや、僕なんかね、こればっかりはまあストレスって言いがちやねんけど、なんかお医者さんも原因がわからんって言ってて、そのホルモンのバランスなのか、あ、そうかそうか、そういうのもあるんだね、うん、そうそうそう、ストレスなのか、何が原因かわからへん。女の人って多いの？あ、でも、あ、わからん、男の人、あ、でも一人先輩は常に10円ハゲできてる先輩、ヒゲとかにもなんかこう、え、それが男の人、男の人、ヒゲとか眉毛とかもなんか、で常になんか2、3個ずっと空いてる人もいるしけど、すごいな、10円ハゲできたって言って私もできたことあるっていう人は大体女の人の方が多かったかもしれない。なんか女の人の方が多いイメージ。あ、ホルモンかな、髪の毛って女性ホルモンっていうやん。まあ、そうやね、そうやね、うん、なるほどね、なるほどね。なんか生徒なんかまだ20歳とか21とかいるのに、ああ私もなったことありますとか言われて、なんでみたいになった。俺なんかもう10円ハゲできたらもうどうしようもないもんな。そやな、ただの正真正銘のハゲやな。いや今も正真正銘のハゲやねんけど、ね、ちょっと二重苦になるよね。ハゲプラスハゲ、そうその遺伝的なものと精神的なもののダブルパンチになっちゃって
もう取り返しがつかなくなっちゃうよね。そうやな、うん、そうやな、なるほどな。なんかそれをあの10円とかじゃなくあの、うん、その金額を大きくしてこうなんとか今、50万円、うん、50万円ハゲみたいな。それもうどんだけそれ。いやもうだからないねないねもう全部が。そうもうだいぶ、うん、ああそういうことね。そうそうそう。でも入るんだよっていう、いつか入るんだよ。そうそう、希望はあるんだよっていう。精神的に一時的にこうなってるだけやから。そう。いやここにだって注射打つねんで。あ、そうなん。治療、うん、ステロイドの注射を私は打ってる、俺も注射打ってたね、排液は。何の注射？ミノキシジルとかが入ってるやつを。それ変わる？やっぱり変わった。まあ薬と全部やから、どれがどう効いてたのかは分からへんけど。ああ。でも今も？今はもう打ってない。でも打たなくなると変わるんじゃないの？注射打たへんようになったら、ちょっと細くなってきた。生えて強かった毛がちょっと細くなってきたから、多分注射打った方がゴリっていう毛になるんやろなとは思ってるけど。そうなんや、すごいな。うん、聞く。へえ。魚が止まってる。あ、ほんまや。誰かが止まるね。魚が止まってる ね。でもなんか、うんうん、へえっていうずっとへえっていう顔でずっと止まってる。こんな面白いね。そうね、面白いね。この顔で止まったら分からへんな。ちょっと気づきにくいな、ね。うん。話聞いてんねやなって顔やもん。なんかたまに半目で止まってる時と、あ、落ちた。あ、消えた。あ、回線おかしかったよな。タメちゃん帰ってけえへんな。帰ってけえへんっていうか。タメちゃん聞いてんのかな。聞いてんのかな。タメちゃん聞いてるのかな。タメちゃん聞いてる？タメちゃん。一応聞いてるかどうか、だけ言っとこ。うん。まあ、コメント。タメちゃん聞いてたらコメントください。あ、帰ってきた。あ、そうね。ね。じゃあ、そうよ。どうなんかな、でもね。うん。あ、でもそう。いや、見れることはないけど。見れるは見れるやろ。どうなんやろな。すいません。いいえ。いいえ。なんか Wi-Fi の調子が悪いみたい。うんうん。ひろしくんは最近、次、なんかまた動いてんの？僕はね、今は、あの、次、あの、その、何やったっけ、8月の、うん、ザザさんのやつがあるけど、あ、三楽や。うん、あるけど、今、現状、ほんと。三楽のデザインは僕がやったんです。あ、そうなんや。そう、今は、現状は、10月の頭に、和歌山県で、はあはあ、やるやつ、紀の国プロジェクトっていうのに参加していますの。へえ、紀の国。だから、そう、はい。そう。週1回、今週1回しかないんだけど、結構。うんうんうん。まあ、10月ぐらいまだね。そう。和歌山でやったり、大阪でやったり。うん。和歌山の人も出るの？そう。なるほど。そうそう、あの、レトルト内閣の。うんうんうん。みなししゅうさんっていう、はい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 、あの、酒の方が、うん、言ったら、出身がその和歌山で、うんうん、その人の本で、うん、佐藤歌唱さんっていう演出の方と一緒に。佐藤歌唱。うん、噂の佐藤歌唱、うん。どういう噂？え？佐藤歌唱さんの話、ここでしていいの？あ、わからへん。ちょっと、あ、そうか。それはアート館関係でいろいろ聞いてるって話。アート館ではないけど、あ、そうね。アリスゼロ番館という昔長堀にあった劇場を、うん、で管理というか、うん、責任者なんだけど、うんうんうん、ある日突然行ったら、うん、全てがなくなってて夜逃げしてたっていう話とか。やばっ、うん、佐藤歌唱さんはね、そういうね、お金の関係でね、お金とか運営の関係でいい噂を聞かないんですよ。なるほど。こんなに言っていいのかわからないですけど。
だから、まあ、あのね、当時関わってた捨て隊のヒゲさんとかはあいつだけは絶対に許さんって言って名前聞いただけでちょっとざわってなるっていうのを。あ、そう、ありがとう。その情報はね、じゃ、うん、大切な情報だね。そうですね。でもね、そうなんや、じゃあなんか憎まれっ子世にはわかるかなんかわかんないですけど、しぶとく名前が聞くんで、すごいたくましい人だなと思って。そうそう、だからその皆さんが、うんうんうん、皆さんがもともとその歌手さんの劇団にちょっといた銀遊レプリカってのがあって、そうそうそう、レプリカと行ったみたいで、はい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 、はい、うん、でなんかそのやっぱり皆さんで、まあレトルト内閣で作演やってるけど、うんうんうん、やっぱり多分その脚本家に徹したりするのが好きなんかな、どうなんかな、分からないけど、なるほどなるほど、そのでも多分レトルト内閣で作ってる作風とかも多分なんか、そのレプリカントレプリカント時代のあの作り方が営業してるんかなと思うから、うんうんうん、だから多分あの佐藤さんに演奏お願いしてるのかなと、はいはい、だから作る作品は多分ね、うん、面白い作品を作らはるんやろうなと思うんだけど、いかんせんそういうところでちょっとね、なるほど、良くない噂をちょっと聞くのでね、もったいないね。僕も直接お会いしたことないんで噂だけ言えたんですけど、でももう本当に被害者の方が憤慨されてるので本当だろうなと、うん、なるほどね、思ってます。はい、あ、パタリドさんが、こんばんは、円形ハゲできたことあります。10個くらい、治りましたけど。って、すげえな、10個、10個とか。それ、一気に10個？そうじゃない？ 10 個くらい。なんか、私が行ってる結婚式場の司会者さんも、私と同時期ぐらいに10円ハゲができた人がいて、その人は、うん、なんて言ってたかな、なんか、その1個じゃ収まらんみたいな。うん、連続してできるみたいな感じで、今2、1個目は私より先に毛生えてきたって言ってたけど、うん、今2個目ができちゃってみたいな、うんうんうん、感染とか、感染じゃないかな、なんか言ってた、感染やった人、なんか、あ、汗の、汗の感染、いや、あ、連鎖するってこと、あ、そう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 、だから一気にこう何個も何個もできちゃうみたいな。でもだって十円ハゲができること自体がストレスになって、そうやね、みたいな話聞くやん。そうやの。なんか私最初できた時、確かめっちゃちっちゃかってん、ほんまに10円ぐらいやって、うん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 、けど明らかちょっとおかしいと思って、なんか、うん、分け目とかっていう問題じゃないと思って、うんうん、でそれを発見した時は、うんうん、楽屋やってんけど職場の、うんうん、なんか誰にも言えなくて、うん、そうやの、言われんな。どうしようって思ったのもつかの間すぐ言ったけど、もうこれは笑いに変えるしかないと思って。あ、さすが、たくましい強いね、さすが。これはちょっと見て見てっていう方にしていこうと思って、でもそっからほんまにめちゃめちゃでかくなって1ヶ月ぐらいで、そうなんや、うん、でもやっぱりショックやったから、ショックやってインスタとかにはつぶやいちゃったけど、うんうん、うん、そりゃそうだね。で大きくなった時にまた第二の衝撃を受けて、うんうん、病院行こうと思って病院行って、でも病院行ったら大概みんな毛生えてくるっていうのに、病院行って注射打ってもらったけど、うん、1ヶ月間生えてこなかったの全く。ああそうなんや。そうで、これで2ヶ月ぐらい全く生えて、2、3ヶ月間全く生えてなくて、うんうん、もうこれ生えてこんかったらどうしようと思って、はいはいはい、不安がね。そう、うん、最初は笑ってたけど、ちょっともう笑われんくなってきたと思って、うん、でなんかで2回目注射打った時に産毛が生えてきてんけど、なんかこれくらい生えたら、これくらいから成長せえへんの。多分抜けていってんねやろな、はい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 、まだ多分細胞的に復活してなくて、はい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 、ポロポロみたいな。でそれでもまた不安になってきてみたいな。でも、ま、だいぶ生えたけど、やっぱりこう分け目をコピッてすると、はいはいはい、まだちょっと、あ、ハゲてますねっていうのが分かるぐらいやから、うん、安心できないよね。10個は一気やった、だんだん増えた感じですって。はあ、わあ、でも10個はなかなか。ハゲを気にしなくなると治りやすいのかな、うん、っていうのと、桜井さんが、これ、なんて読むんやろ、感染、これが感染じゃない、これが感染じゃない。皮膚のトラブルの感染っていうのがある。ああ、はい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 。かわいた。
なんか、なんていうかな、これ、なんていうんだろうな、これ。感染ってどんな病気だろうっていうのが、あ、感染ってこんな病気ありましたよ。感染には様々な種類がありますけれども、皮膚が赤くなる、皮膚が盛り上がる、銀箔色のフケのようなものが付着し剥がれ落ちるなどの症状。銀箔、ああ、なんかいろいろちょいちょいあるみたい。うわ、なんか、そうかそうか。ちょっとあの検索してみてください。なんか皮膚にいっぱい。温泉っていうな。ちょっと俺もアトピーやからさ、頭が結構乾燥したりするのよ。ほんで、そう乾燥してこう皮膚がこう、フケみたいにこうパーって出たりしたりして、そう。確かに1分ぐらいやから、1回切ってからでもいい？ OK。多分これからだから。じゃあ安定しましょう。すまへん。安定しまーす。少々お待ちくださーい。というわけで、よしくんの話からいきますよ。いや大変ですよね。持病みたいなあると。はい、さかなちゃんが帰ってきました。はい、お待たせ。いえいえ。お、あれ、ひろしくんまだ、うん、ひろしくんまだ、おトイレ行ったかな。嘘。一言言って。いやー、アトピーも大変ですよな。いやー大変やと思う。でも人それぞれその治る、そのマシになるなんか要因が違ったりする。大変だよ。なんかね、そうアトピーの人ってさ、この、これいいでとか言いにくいよね。そうね、なんかこれ使ったらいいんちゃうとかって言って全然聞かへんかったりするもんね。うん、ちょっと戻ってきました、うん、そうそう、そのアトピーだからさ、かゆいだから俺結構髪の毛こうやってやってんのとかゆいのよ。ああーそうなんやね。でかいたりして、やっぱかいたら毛が抜けるやっぱね。だから俺もなんかこの辺ハゲてた時頭ちょっとだけ。そうなんや。もうかかんようにこうやって我慢するほんま。あ、魚ちゃん止まった。あ、魚止まった。魚か書いてる書いてる、頭書いてる。魚ちゃん止まった。あちゃーって、あちゃやっちゃったなっていう感じで。いや今の言ったらあかんかったなみたいな顔してるけど。面白い。止まってる止まってるよ。帰りだ。あれ、あは消えた。あ、帰ってた。あ、帰りだ。よかったよ、今の止まり方。うん。今の止まり方よかったよ。面白い。どんな顔して止まってた？こういう顔。今の言うたがんかったかなみたいな顔してた。もう終わった話。まあ、あの、そう、書いてたらね、毛が抜けるよっていう。だから書かへんように頑張るしかないっていう。あ、そうなんや。だから書いたらもう、だから枕とか寝てる時とか多分めっちゃ書いてます。寝ながら。うん。ね、枕とか、そう、結構毛が、わーっと抜けてたりとかする。俺なんかもう書かんでも抜けていくからね。うわー、ごめん。ね、ほんとすごいね。まあね、あのハゲができる、あ、いいよ。ねえ、じゃあ何？いや、ハゲができる時って、まあ髪の毛長かったんけど、めっちゃこれぐらいまであってんけど、こうドライヤーし終わった後にこう束ねて、スーッってやったらもう10本ぐらい抜けてて、怖いなそれ。そうで、それ怖。まあ、そもそも私毛多いから抜け毛も多かったんけど、うんうん、なんかシャンプーの時とかでも結構抜けてて、ほんまにスッて一回だけ
ズボーンって抜けるみたいな。で、なんでこんな抜けるのかなーって、季節の変わり目やからかなと思ったらやっぱりハゲやって。犬へないねんから。犬。今もだからシャンプーとかドライヤーとかしてて、毛めっちゃ抜けてたらドキドキしちゃう。あー、なるほどね。できてんちゃうか。なんか結構前の方やったから、すぐ発見、自分で発見できたけど、はいはいはい、後ろとかって分からへんやんか。分からへんな。なあ、せんな。そう。ドキドキする。知らん間になんか後ろから、なあ、あの人ハゲてるわと思われて見られても嫌やもんな。めっちゃ嫌。絶対嫌やん。言ってってなる。そう。気ぃついてたら言ってよって。そう。嫌やん。これ分かるよな、ほんまな。僕はね、前からなんで全然。自分でピーしてますけど。いや、わからんね。気がついたら後ろからも来てるかもしれない。そうね。後ろ来始めてたよ、俺。嘘。おう。だから、1年半前ぐらいかな。で、ほんまに心が折れたのよ。ボキッて。で、ちょっと薬飲もうってなった。うんうんうん。だいぶ復活した。え、今も飲んでる飲んでるの？ずっと飲んでる。あ、へぇ、やっぱ復活するんや。飲み続けないと、そうやな。効果が切れんのよ。そうそう。エイズの薬とかと一緒で。やめて。例えるのやめて。富士の病なんです、僕。でもなんかさ、そういう薬飲んだらさ、体毛も濃くなるって聞いてんけど。体毛も濃くなった、濃くなった。あとなんか、知り合いが、AGA ですね。あ、そうそうそう。で薬もらってる人が言ってたのが性欲が なんかあんまりなくなったみたいな。そうそうそう。それに関してあの副作用で一応頻尿と体毛が多毛症っていうのと性欲減退みたいなのが一番頭に。なんか言ったら女性ホルモン入れてるようなもんだよね。あ、ちょっと違う。あ、ちょっと違うの？なんか女性ホルモンっていうか。なんかその男性ホルモンの何かと、まあ、もう一個何かがあんねんけど、それが結びつくと抜け毛の原因になるらしいな。その結びつきによって抜け毛を発生させるんだけど、それを結びつかないように別のものを ここのが結びつかない別のものを入れるっていう状態をして、その抜け毛を減らすっていう薬になる。へぇ、うん、らしい。面白い。で、だから、俺は、だから、多毛症は出た。ひげも濃くなったし、腕の毛もちょっと硬くなったりとかしてて、多毛症は出てて、で、頻尿は、もともと頻尿やから、ちょっと増えたかどうかよくわかんなくて。羨ましい。そうなん。すぐおしっこ行きたくなるから。うらやましい。なあ、行った方がいいよ、うん、さかなちゃんもちゃんと。そうよ。私、むくんでる原因は、ほんまにトイレ行かへん。それは、なんだ、そういうふうに出したいってならないってこと？ならない。おトイレに行こう、あ、おしっこしたとかならない。へぇ、体質的な。普通に、普通に6時間ぐらい行かへんとか。あ、まず、俺30分。無理無理無理。30分に2回とかあるで、たまに。羨ましい。それ羨ましいか。羨ましい。30分じゃない。俺だから飲みの席とかさ、マジで飲んでるやんか。でみんななんか熱い話とかなんか誰かがいい話してちょっとなってる時にさ、また行くんみたいな感じになるのが申し訳なくてさ、また行くんすかみたいな。感じになる。まあでもな、飲んでたらしゃあないよな。まあまあ、飲んでたら、そうそう、飲んだら余計にだからな、行きたくない。うん、そう。もう俺も飲んでたら、だから飲んでた一番最初の1回目。お、どうしたどうした。日本海が今、体質の許可を今こっちに求めてんねんけど。おお。どうする？荒ぶってる。荒ぶって、いい、どうぞ。ちょっとホットで貸して。かわいそう。おお。許可しようか。許可してあげて、ね、許可したよ。タメさん復活です。荒ぶってる。あ、タメちゃん、どう？タメちゃん、どう？おはようございます。どうした？日本海ボーイ。日本海ちょっと曇って、元気ないですか？日本海大丈夫？ちょっと曇っとって、ちょっとでも顔疲れてんな。ちょっと いつものなんか尖り具合っていうか、こうギラギラ感がないな。ギラギラ感が目が垂れてる。ちょっとなんか、いや
いや、原因は分かってんだ。何？どうした？あの、いや、もう今日、まあ昼間ウーバーやって疲れてる状態で、うん、ブラックコーヒーを飲んで、味付けの濃い夕ご飯を食べたっていう、うん、それだけですかね。胃腸が弱えな。タメさん大丈夫ですかって、カエデちゃんとヒロミさんが言ってくれてるよ。お、元気ですよ。本当やったら、今日あの、この間買った浴衣着て出ようと思ってたんですけど。そんな余裕ね。そんな余裕ね。そんな余裕ね。すみません。すみません。ご心配おかけしました。よかったよかった。すみません。復活してる。落ち着いたのは落ち着いたの？大谷さん2つ飲んだもん。2つも飲んだ。用法用量は守ってください。いい薬だもの。今は何回？何回なんじゃ。え？今何回ぐらい？何今カスピ海ぐらい。カスピ海出た。カスピ海の。カスピ海どうな？聞いてたな。忘れて忘れて。カスピ海でぐらい。カスピ海、ね。いやほんますいません、ほんますいません、ちょっと気をつけてね、夏は皆さん。まあなあ、まあの夏な、暑いし飲み物ばっかり飲んでまうからお腹は下しやすい。本当に、まあ、ね。そう。確かにね。これでまたあの飲み物も。うん。これね、こういうのとか飲めばいいんですけど、あ、うん、ちょっと元気になってきたからあれだ、なんかちょっと途中からこんなに喋り出すの、途中から参加してるのにこんな喋るのすげえ恥ずかしいな。まあいいや、いいよ、いいよ、どうぞ。いいよ。橘さんがこの間、ヒロミが体調悪い時に、ポカリを、はいうん、ポカリを薄めて飲むといいよっていう。それ、全然あかんしいね。あ、そうなん？あの、大塚製薬の、ポカリスエットのホームページになんか Q&A がバーってあるんだね、はい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 、そこにあのなんかいろんな質問があるんだけど、うん、別にあのポカリスエットって薄めて飲んでも大丈夫なんですかっていう質問じゃなくて、うん、なんか電解質がどうのこうのってなってますけどどういうことですかみたいな普通になんかそういうわけのわからない質問に対して、うんうん、あでもポカリスエットは薄めて飲むと効力が薄いのでとかっていうのがもう各所にあるだから、絶対に薄めて飲まないでくださいねっていうことを、すげえ押してるの。だって看護師さんが絶対に黙ってたもん。子供やからな。なんか、うん、そういうのあるんじゃないですか？うん。え、どういうこと？そういうのってどういうの？今、そういうのあるじゃないですか？うんって、すっげえ流してる。年齢の問題？年齢の問題ってこと？そう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 。あ、そう、子供やから。子供やからってことかな。そんな突っ込む。うん、いや今すげえ雑になってねえよ。そういうのないんですか？ああみたいな感じ。これ僕が入る前何の話してたんですか？ハゲ。ハゲの話。うん、毛の話や。毛の話。ああ、立花さんの話と。AGA の副作用に関して。AGA の、そう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 。本番中、舞台の本番中は全然お手洗い行きたくならないものなのですかっていう質問が来てますね。ならない。ならないんですよ。あれ不思議になる、ならないですね。ならないね。それはならないです。でも、出る前は絶対1回は行く。行く。ああ。大きい方を直前に。したくないのに大きい方行こうとするみたいな。そう。わかるわかるわかる。でも私、あの、仕事してるとき、うん。うん。某テーマパークで仕事してるときに、やってる最中にお腹痛くなって。うわ、つら。マジで今やめてーみたいなのを、すごい考えながら平常心でやってて。すごい。すごい。プロだね。はけた後、ダッシュでトイレ行った。お腹痛いみたいな。すげえな。それきついな。でも、舞台の本番中とかはない。なんかやっぱり出てるんだよね、その、分泌されてるから。汗で水分出てる。いや、でもほんまにそれがあるんかなと思うけど。それもあるし、多分、あとまあ、その、アドレナリンが出て、出て、うん。まあそう。稽古の時もそうやし。なんや。皆さん、今は亡き、ちゃんととこうで芝居したことあります？ないです。キャントとこうで。ないです。キャントとこうでな。うん。ジャントとこうでな。ジャントとこうってあの、花園町にあるじゃないですかね。はい。買い殺しになるわけでもない。まあ、ちゃんとトイレまでの通路作ったらいいんですけど、うん、僕、ミクロトゥーマクロで初めて芝居出た時に、1時間40分ぐらいの芝居、7ステか8ステぐらいやったんですけど、全ステージトイレ行きたくなりましたね。うん、で、買い殺しで。買い殺しっていう多分、その状況があったから、行きたくなるんですよ。余計にっていう話を今俺はしたいの。いや、いつでもトイレ
いつでもトイレ行けるっていう状況、僕その時ハケなしだったんですよ。うわー、あの、いつでもトイレ行けるっていう状況で安心するっていうのもあるんちゃいますかっていう話。あれ乗ってきてくれへんやん。いやだから何なん、誰にもピンときてないってことですよ。そう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 。え、でも、え、タメちゃんは乗ってきてくれる、乗ってきてくれる、飼い殺しの状況が飼い殺しの状況が尿意を逆にね促進している状態ないってことね。そうそうそう、そうそうそう、うん、でその言いたい、うん、だからトイレがいつでも行ける状況だから、うん、安心しちゃって尿意も引っ込むし、うん、汗で分泌してるとかなんか思うでしょ。あ、そのあ、ぶ、そうそう、舞台出てる時ってことか。そうそうそう、だからトイレ行きたくなったらどうしようっていう、どうしようっていう考える隙間がないじゃん、その場合。あれ、うん、そうね、うん、ああなるほどなるほど、いや分かった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 、あれは分かんない、そっちの一番最初のトイレに行けない状況が逆に尿意を模様あの促してるっていうのは分かんねんけど、うんうん、その逆説的な、うん、いつでも行けるからっていうのはちょっとピンとこなかったのよ。あ、これはそれは俺もピンとこないと思う。じゃあなんで今乗ってこなかったっつって文句言ったの俺に。でも一回そういう状況に一回っていうかなったことあるでしょ多分。なちょっと声小さめでいくけどさ、だ ずっとだからずっと吐けられないみたいな時はもちろん、うんうん、そうそうそう、 あ、ね、あ、 ありますよね、うん、2時間出ずっぱとかあるでしょ、うんうんうん、ほぼほぼもうじゃあ吐けてもねすぐ戻ってくるとか、うん、そういう時こそトイレ行きたくなるような気はします。そのだから不安が買っちゃうからやろね、多分その、うん、やばい、もうやばい、これ出しとかんとやばいっていうのが、もう行かれへんぞ、行かれへんぞっていう、うん、焦りが、焦りが尿意を促すとか。まあまあ、何なんですかね、あれ。なんかね、とかな、12人のおかしな大阪人っていう、はい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 、その、昔ね、昔、はいはい、それあれ、12人全員舞台で出っ放な時に、うん、そうそう、生瀬さんが、本当に本番中におしっこ行きたくなって、うん、ずっといなきゃいけないけど、うん、行ったらしいよ。もう無理っつって。ここやったらいけるみたいな。そう。ちょっと、つって、ぴょって行って。しばらくセリフないってなって。そう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 。そう、行ったらしいよ。いやー、そう。できねえな。そういうことですね。それできるのもすごいね。まあ、お芝居にもよるけどね。まあ、会話劇やったらなんかいけそうな気がする。うん、そう。うん、ちょっとつないどいてもらっていいですかって書いてトイレでも行ったんじゃねえかつないでって言ってるやん。そうそうそう、うん、でもちょっとなんか症状が止まるで言うと俺花粉症本番中止まんのよ。ああなるほど、すごいね。花粉症の時期に絶対鼻ズビズビしてるし目かゆいねんけど、膜開けたら全く気にならなくなる。やっぱさ、そういうの気にならんぐらいぐーって集中してるんじゃない？そう、気が張ってるからね。そういうことなのかな。うん。そうそう、だから俺も本番中は痒くないもん、体。ああ、はい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 、はい。変な話やけどな。うん。はい、ってならへんそこ。本番中やばい、こうやって感じだ。だいぶ症状出てる。あの人、何の芝居してても書いてんな、みたいな。ずっと役作り一緒やな、みたいな。役作り書く。そうそうそう。そうそう。ちょっと気持ちがちょっと精神的に弱い人みたいな。痒く。すぐ気持ちが出ちゃう人みたいな役。他の人同じ役作りやな。本番中さ、くしゃみ出そうになったことある？あ、でもないかも。あ、ない。ない、すごい。そうか。俺、なんか一回ぐらいあって、一、うんうん、回か長いかって、こう、ほんまにこう、内部で殺すくしゃみな。はいはいはい。わかるわ。バレへんように。一番鼓膜に悪いやつな。鼓膜破れるやつな。あれはしんどいな。やっぱり出そう、くしゃみ出そうって、なんかここら辺になんかおるんちゃうんかみたいな。あれは怖い。舞台はないけど、そう仕事してる時に、うん、あの、
息吸った時によく唾戻ってくる時ない、うん、ああ、はいはいはい。あの、そう、うんってなって、ちょっと、ってなりそうやったけど、マイクついてるから、絶対あかんと思って。で、って喋り死んじゃう。あるあるある。咳が出そうな時とかは、なんかこのちっちゃい咳をこう、中で。そう、なんかこう喋りながらセリフのもうすぐ俺のセリフやって時にな、もうすぐ俺のセリフやって時にそうそうっていうのはあるかな。ね、うん、ある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 。タメさんもう引いちゃってますけど。まだ本調子じゃないのね。そうね、全然本調子じゃないですね。気づいた、なのに参加してくれて。なんか髪の毛もいつもよりぺちゃんこやもんな。なんかそういえば帽子かぶり忘れてるなとはちょっと思いました。いいじゃない、いいじゃない。うん、いいやん。なんか安心するわ、タメちゃんがおったら。やめましょうやめましょう。あ、じゃあ僕からじゃあ一つ話題を。はい、ツイッター先輩に対するリプ問題。はあ。おお、どういうことどういうこと。どういうこと。まあ。この間僕浴衣買ったっていうツイートをしたじゃないですか。うん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 。で皆さんリプライくれて、僕割とちょっと返していくんですけど、返信するんですけど、ヒロシさん書いてくれたでしょ。うんうん。で僕、まあ、それも返事したじゃないですか。うんうん。でそっからさらにヒロシさん返事してくれたじゃないですか。うんうんうん。それに対して、はあはあはあ、次の日になってしまった。から話題も冷めてるからリプするべきかどうか悩んで、うん、いいね押したんですけど、先輩に対していいねで終わらすのっていうのはどうだっていう話。うん、まあ別にあれいいんじゃない。別にいいんじゃない。俺は別に俺だっかな、こんな気にするの。なんか私は私先輩に乗せて先輩から帰ってきて私が乗せたらもう一回先輩も返さなあかんのかなって思わせてしまったら嫌やなと思って、結構あもうこれもそろそろ終わらせた方がいいかなと思う時はもういいねで終わらせたりとかしちゃってる。それさ LINE でさ LINE をね、ちょっとあんま大きい声出さなくて申し訳ないですけど、 LINE を先輩とやっててスタンプで終わらせるっていうの、うん、なんか後輩としてでも、後輩が、わかります、うん、ちょっと、あんまり。言わんとしたことはわかるよ。うんうん。なんか、軽く、終わらせるのがどうやっていう感じだよね。軽く終わらせてるような印象になるってことだよな。うん、そうそうっす。先輩に対してはね。だから僕、すげえ迷って、ヒロシさんのいいねをしたんですよ。ごめん。返すべきなんかな。いや、それ全然。ごめん。全然。くれるのはすごく嬉しいので。だから、先輩に対する、いいね問題。と先輩に対するスタンプ送信問題っていう話題を提供して、シュンってなる、またシュンってなる。え、どこ行くの？シュン。後ろでシュン。シュン。シュンの位置。じゃあ3人で会議しましょうか。俺はあんまり気にならんけどな。別に俺はそのタメちゃんとのやり取りのやつは別に俺はまあ言いたいこととか書きたいこと書いて。やりとり、まあ、別に終わったなと思ってた。ヒロシさんは先輩なんですよ、うん、でも立花君は友達なんですよ。ややこしい。これがまたややこしいところで、うん、それもさ、あなたの勝手な基準やからさ。そうそうそう、だからでもそれはさ俺の基準、うん、そこでも俺の基準でいいわけさ、うん、まあ別にいいよ。でもそう、俺が先輩だと思ってる人に対しては、まあまあ、敬意を払うというかね、うん。ヒロミに関してはあれやけど、ちょっとほっとく。なんで友達でも先輩でもない。まあ、難しいところではあるよね。だから、そう。だから、なんやろう。だからそれと結局とか、先輩やから返信するのか、じゃあ、例えば普通のね、一般の、まあ、見に来てくれてるお客さんだったら返信しないのかとか、関係者だったらするのかとか、いろいろ。ね、そういろいろそれはね、うん、あれやから、まあ別にしかも SNS やし、え、でも自分のルールでいいんじゃないの、うん、それこそそれだったら、そうだ、自分のルールが曖昧なんでしょうね。
だってモテたらさ、そんなことはないけど、タメちゃんが俺のこと友達やと思ってるけど、俺がめっちゃタメちゃんのこと後輩やと思ってて、一方的にスタンプ送った時にめっちゃ不快に思われてたりした時はタメちゃんどうすんの？どういうこと？もう一回言って。だからタメちゃんは俺のことを友達やと思ってる、今家庭の話やね。タメちゃんは俺のことを友達やと思ってるからスタンプで終わらすねんけど、俺がガチガチにタメちゃんのことを後輩やと思ってて、お前スタンプかよって思ってたらどうすんのっていう。だから、あ、難しいな。でもそのなんか関係性じゃない、やっぱり。だから関係性やから全然いけんねんけど、いけるっていうか、俺はそんなことは思ってないねんけど、そもそも。あ、うんうんうん。だから それはじゃあ、え、そういう関係性やっていうことをもう日常の時な段階で、もう自分の中で大丈夫だと思ってから行くってこと。そう。だから立花さんが完全に俺のこと後輩だと見てるなっていう。って思ったら、うん、と思ったら絶対俺はありがとうございました。二重丸なんですよ。俺の得意の二重丸ですよ。二重丸。得意の二重丸。なるほどね。一平さんとかだからすごい偉いと思うんですよ。そうなん。うん、まああの人 SNS の鬼やから、うんうんうん、もういろんな人にちゃんと返信するし、うんうんうん、でまあでも今日もなぜか僕に LINE してきたんですけど、うん、あの必ずつなげて最後文章で終わらすみたいな感じの、あの人はちゃんとしてるなって思う、うん、本人チャランポランなのに、うん、難しいだから何やろだからなあ、その自分がその返信が返してほしいような文章を書くのか、もうそれで終わりでいいよって思って書いてるかやから、別にそんなそれもそうなんですよね、うん、それもそうで、あ、これはもう明らかに返信が欲しそうなリプだなとか、うんうん、やったら別に、あ、まあ、返信でも別にそれも別にな、返信する気が後輩から切るわけにはいかないじゃないですか、そういう時は。どうなんだろうな。なんか難しいなと思ってね。なんか、うん、まあ、まあ、その、そう、人付き合いとしてその考え方はよく理解できるけど、でも、あんまりそんな気にしなくていいと思う。うん、俺もそんなに交換日記とかの方が楽だったな。タメちゃんみたいに先輩後輩あんま気にしてないからな、俺も。そう、だから面白いなと思ったらなんか書きたくなるやんな。じゃない、うんうん、これにコメントしたいなと思ったらコメントしてるから、それは別にその内容に、こっちちょっと参加したいと思って参加してるだけやから、そこに対して返信が返ってこなかったっても別に、それは別にそういうもんなんですね。僕それをあんまりしないから、その誰かのツイートに対して、そう、誕生日ぐらいやったらおめでとうございますぐらいはしますけど、あのあんまりしないんですよね、ツイッター上で誰かのツイートに対してだっていうのを、あ、自分がコメントしないってことね。そうそう、1、2回ぐらいしか通んないですよ。俺返信もらいたくて絡んでないな、確かに。うんうんうん、うん、そうそうそう、人それぞれなんですね、やっぱり。人それぞれじゃない、それこそ。でもなんか仲いいと思ってた友達のやつにコメントして、うん、なんかコメントしたこと若干忘れんねんけど、ふって思い出した時に、うん、あ、返事返ってきてないと思ったらちょっとショックにはなる。あ、そういえば返事もらってなかったみたいな。じゃあ質問とかしてて帰ってきてなかったらちょっと寂しい気持ちになるけど、うん、うね、あんまりなんか質問とかも、質問やったら個人的にやりゃいいしな。なんかツイッターはなんかノリの世界やと思ってるから、まあまあまあ、別にあんまりこうガチで絡むっていうよりはパフォーマンスっていうか、そんな感じやからあんまり気にしてないかな。うん、あ、桜井さんが、うん、私も魚さんと一緒で先輩にお返事をしなくちゃって思って、あんまり思わせてもと思った時いいねで終わらせてますって。なるほど、うん、まあ確かにその、まあ、ツイッターよりかは LINE の方が直のやり取りやから、うん、なちょっと気にはするけど、うん、そうそう、だからな、やっぱりなんか律儀に返してくれる後輩の人もいるやんか、うん、もう絶対に返してくれる人、うん、そう、うん、だからそういう場合はやっぱ先輩からこう終わりってしてあげんとな、やっぱりな、そういう場合は、うん、
とはなとは思ったりはするけど、こっちはあの後輩の人とやり取りしてるときは、うんうんうん、ほんまになんか別になんパッてなんとかなんとかって言っただけでもありがとうございますとかでもめっちゃかいいやもうそんなそう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 、またまたよろしくお願いしますって言われたらこっちもうんよろしくお願いしますって言わなくなるでもなんかね終わりやでっていう感じが分かるように返信せなあかんなとか思うけど、後輩からしたらそうですよね、また、うん、はいありがとうございますよろしくお願い、もうその通りですわ、うんうん、その通り、うんうん、そうなんだから後輩ももうこれで終わりですっていうのでもありがとうございますよろしくお願いします、後輩はだから先輩が、うん、後輩が先輩が終わらそうとしてる空気を読まないといかんっていうね、今読まないといけないし、うん、先輩もやっぱり LINE でも何でもなんか自分の文章で終わらしたいみたいなところがあるやん、後輩的にはそうなんかな、ああ先輩の分が最後で終わら、私はね先輩の分が最後で終わらしたくなくて自分の分で終わらしたいみたいな、だからよろしくお願いしますって言って、じゃあよろしくお願いしますって言われて、よろしくお願いしますって言って頑張ろうねって言ったら、はい頑張りますみたいな、こうついついこうやり取りが長くなってしまう時とかもあって、あどうしよう、でもなんかもう夜中やし返していいんかなみたいなとかはなったことある、うん、確かにな、だいたいすぐスタンプ押しがちやからな、うん、俺そうねすぐ終わらせるから、なんかでも先輩からスタンプ来たらちょっとホッとするああスタンプ押していいんやみたいな、ああそうそう、俺誰に対してもスタンプ押すしな、まあそのスタンプの種類にもよるよね、だからね、あのちょっと面白系スタンプなのか逆にちょっとそのスタンプのノリで切れる先輩とはもう今後疎遠になってもまあいいかなって思ったりしてる部分があっていいかなっていうか、まあ、仲良くなれないなって思っちゃうかもしれない、でそこである意味そのいい意味でやねんけど、その人間関係をふるいにかけれるというか、自分に波長が近い人ばかりが残っていくから、まあ、ストレスのない世界になっていくから、まあそれでいいかなって思ったりしてんねんけど、難しいな、スタンプで怒るよ、スタンプで怒る先輩いるのかね、おらへんと思うけどな、おるんかね、よっぽど上の人とかなんだそのスタンプはっつって後々会った時に、うん、お前あの時スタンプで終わらせたなって言われることはある、あるそうなん、うん、誰そんなこと言う誰とか言わねえよ、誰とか言わねえ、すごいね、俺も気をつけなあかんやそれそうやな、確かに確かに誰とか言われへんけど、うん、あそんな時はあった、そうなんや、それ冗談とかじゃなくていつぐらい、いやまあ冗談でやけど、冗談で言うにしても気にはしてるってことでしょ、ああまあまあ、ね、いやそっかそっか、うん、いや気になったらスタンプで終わらしたと思ってもツッコミはええだけの話やん、そこからまだ話が続きがもしがあるんやったら、うん、いやでもなんか逆に先輩がだからあ、うん、こいつ終わらしたんやなっていうのを組んだのかなとは思いますね、だったらなそれまたそのあくる日に言う必要ないよな、うん、まあまあまあ冗談交じりでだったってあるんですけど、あそうなの、うん、もうそんなん俺会った時にそんなやり取りしてたことも覚えてないもん覚えてない、うん、新藤君ってわかります、わかるよ、新藤ダニエルの新藤君、はい、あいつほんまに半年に1回ぐらいめっ半年に1回ぐらいめっちゃ絡んでくるんですけど、うん、夜中の12時ぐらいに LINE 来て付き合ってると気づいたら4時ぐらいになるみたいな、俺だから途中でそれこそスタンプで終わらせようとしてるけど突っ込んでくるんですよ、あいつ酒飲んで酔っ払ってると、あ新藤くんとかやったら、だから友達じゃないですか、立場一緒やから、うん、もう早く寝させろやとかって言っても、いえいえ待て待て待てって電話かけてきたりとかしよるから、うん、あのなんかまあ、ええわっていう気持ちになるんですけど、うん、それが、先輩やと、まあ、こうすることもできないというかね。もう、うん、俺寝たことにして無視する。私も寝たことにする。そうね。
既読をつけないってことね。そう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 。でなんか次の日の朝になんかすいませんでしたちょっと寝ちゃってって送る。あおはようございますすいませんでしたみたいな寝てました、うん。なんかすっごい重要な話してる時はそんなせえへんで。うん。けどその無駄なって言って言い方悪いけどそのやり取りがこう、そうそう内容のないよみたいな長くなってきたらもうなあはい、うん、私寝ましたってなる。寝たいし こっちにも時間あるしないろいろな。そう寝たいし。うんうん、そうよっていう話題を振りました。ありがとうございました。ありがとうございました。答え出たのか。遅く遅刻して参加した人間なんで聞いてたんかな。で、いやあのカスピ会とかは聞いてた。聞いてない。嘘。うん、聞いてない。え、聞いてたってどういうこと。俺が聞いてないのにそのカスピ会やる前にすごいあの魚もあのちょっと胃がみたいな話してて、そう今日病院行ってきて、うん、そうそうだから魚ちゃんは何回なのっつってカスピ海っていう話をしてたから、おお聞いてすごい聞いてたんやと思って。すごい仲良しやんけ。おい友達やもんな。友達やからな。ずっとベッドで横になってました。あそうだそうす、まあ、すごい そのシンクロコメントしてとか言ってんけど、そうそのシンクロすごいな。すごいな。そのシンクロすごいわ。うー言いながら言ってたんや。一回ゲロ吐いた方が楽になるんだろうけど俺ゲロ嫌いやしなっていうのをずっと繰り返しながら考えゲロ嫌い。そうあれ俺ずっとこれがぐるぐる回るんですよ。自分で吐いたことないねんけど、そんなみんな私すぐ吐くの。すぐ吐けるよ。そうなんや。まあ逆流性食道炎やからな。自分から言っといてあれけど、ちょっと今そういう話するとちょっともうあ出ちゃう。やめよう。ヒロミ逆流性なの？言ったやん。言ったっけ？言った。逆流性食道炎だよ。俺も逆流性やけど。うん。それのなんかそんな症状かなんかなんか分からんけど、ここにずっと今なんかが詰まった感じがするやつが出てる。あ逆流性ですね。あの胃液の、あ人によるけど俺は胃液の空気蒸発の空気が上がってきて、うん、この辺あそうな常にこれどれぐらい続く。私も1週間以上続いてんねんけど。え結構1週間どころの話じゃないと思う。マジ俺はもう、うん、え俺この話しましたよね。俺の学会の奨励になったってやつ。うん、したね、そう大学時代に俺の、うん、逆流性食道炎っていう名前は俺の症例から出てるんですよ。俺一人じゃないけど俺一人じゃないけどすごいな。俺の症例から出てるんです。もうその時か名前がなかったから成人病としかなかったから。そうやってあの俺はその胃酸の悪が上がってくるんだけど、俺はもう3ヶ月ぐらいです。ずっとある。だまあ俺の時はそれ薬がなかったから。ああそういうことか。うん、うん、今はそんなことないと思うけど。だからなんかこんぐらいの大丈夫か。タメちゃん大丈夫か。この話して大丈夫。この話は大丈夫。あ大丈夫。自分で喋ってる感じです。車自分で運転してたら酔わない。あのね、わかんないけど人によるけど、本当にしゃもじに吸ってご飯よそってご飯炭水化物かなんかな、そのあそれをほぼ噛まずに丸飲みすると空気が一緒に落ちていくっていうのはあったよ、うん、その昔、うん、今はどうかしらね、ぐっと抑え込んで丸飲みほぼですよ、ぐ、うん、ってそのままぐって押し込んでくれるっていうのはあった昔、うん、魚の小骨と一緒に。いや、うん、あそうやな。ちょっとドキッとしたけどね。魚の顔もね。魚の顔ね。魚の顔ね。魚が魚の小骨。魚の小骨が。魚の小骨ね。そうそう。すっげえわかるわ、マジで。ずっとだから、すっごい唾をずっと飲み込んで痛いねん。唾良くない。そうなの？何がいいの？唾良くない。唾は胃液と、なんか、一緒になるからあんま良くない。胃液と油じゃないけど、えじゃあ何だから水と油みたいなもん。何飲めばいいの？ご飯俺ご飯じゃない、わかんない。今知らんもん。俺が若い頃はそれ、若い頃っていうかもう10、
一応なんか今日その逆流性食道炎の胃酸を抑える薬と普通の胃薬、普通のっていうか一般的なの。それ飲んどけ、それ飲んどけ。うん。マジでそれ飲んどけたら、なんとかなる。これ2週間経っても収まらんかったらもう一回来てって言われた。うん、うん、うん、そんな感じ。2週間は見なあかんねや、うん。とりあえず2週間全部飲み切ってほしいって言われて、多分これで良くなると思うけど、2週間経ってもまだやったら、多分違う検査とかになっちゃうのかな、わからんけど。そんな小島よしおとかもう3ヶ月ぐらいかかったでしょ。あ、そうな。3ヶ月とかマジ嫌や。めっちゃ気持ち悪いもん、ここずっと。もう。出したらええ。出す？うん。吐く。もう出しても結局戻らんかったけど、治らんかったよね、俺は。ああ、そう。その通り。まあ僕、海洋持ちやったね。それもあると思うけど。ああ、私、胃海洋も結構なったことある。似てんな。そう。胃腸の具合が、ね、似てんな。この二人似とんな。あ、俺とヒロミがってことですか。そうそう。いやー、でもヒロミはそんな、俺だって、幽門狭窄まで行きそうになった人やから。何それ。わざの名前入門強殺そんないいもんじゃないですけどね開炎って開炎、胃開炎とかの開炎は炎、うん、炎症するでしょ、うん、陽は、海洋は陽溶けるでしょ、はい、溶けるやな。で、強殺っていうのは穴の形がもう変わっちゃうんですよ。 こんなんから普通の、うん、胃から十二指腸に行く穴がこんな普通に丸、うん、ちょっとうまいこといかないな。丸のやつが、うん、なんか、こんなになったりとか、くちゃってなったりする。くちゃってなって、もう閉じちゃうみたいな感じ。うん、もうそうなったら手術が。つながってるところがってことやね。そうそうそう。で、だからそこからもう物がいかなくなって、ずっと戻し続けて。これは手前まで行きます。そろそろ1分未満なんで1回。はい、安定挟んでも大丈夫ですか。はい、狭窄の話。いいもん、狭窄。はい、というわけで、開門狭窄で幕を一旦閉めたわけですけれども。はい、タメちゃん。早いでしょう。早いね。早いもの。慣れたもんだぜ。ボタン一つだもの。今、誰が見に来てくれてはるんですか。今は、桜井さん、楓さん、ひろみさん、パターさん。あとは、一番、そっかながコメントくれてらっしゃるかな。あと、クラゲさんが。そう。クラゲさん久しぶりです。初めてじゃないですか。クラゲさんコメントくださったのは。クラゲさん。魚さんガチ病気っていうコメントいただいてます。そうなの。私病気なの。クラゲさん、魚さんとクラゲさんやな。ね。そう。ありがとうございます。魚最近そのストレスかなんかよくわからんっていう病気に最近本当によくかかる。何これ。うーん、いやー大変だな、まあ、更年期障害じゃない。やめろお前早いわ。更年期同い年やろ。更年期障害ってやめろ誰ですか。やめろ山田美里さんも山田美里さんもこっそり見てますって。美里さん元気になりました。ありがとうございます。遺伝もあるんだって。ありがとうございます。さかなちゃん、うん、どれにどれが遺伝その、あの病気いい的なやつ、うん、逆流性でも遺伝子的にねそういうのなりやすいとかもあるんだろうね。あ、まあね、だからお父ちゃんかお母ちゃんが持ってたりとか内臓はな強いとか弱いとかあるやろからな、うん、そうやな。いやでも2人ともそれ考えたことなかったけど。でも私両親ともハゲなんか作ったことなかったし、胃潰瘍もなったことは聞いたことないし、帯状疱疹も何それって言われたし、あ、うん、じゃあ私割とだからさかなちゃんが、あの
繊細な繊細な女ってことやな。そう、ひろしさんありがとう。繊細な女。そうそう。大野さんが運んできてくれた。たくましい親に育てられて繊細になったっていう。なんか、いや、世間的なイメージ、さかなちゃんってすごい割と強い女のイメージがある。そうね。やと思うね。だけど、本当は、あの、か弱い女の子なんだよっていうことやな。なんでも言ってんの？言った？でも、口説き切れてないよ。笑ってもたから。広瀬さんも、うん。外行きの外行きのセリフやわ。外行きのなんか言い方してるわ、ひろしさん。せやな。本心言ってないわ。ちょっと最後までしっかりやって、ひろしさん。ごめん、すいませんでした。謝罪。謝罪。認めちゃった。じゃあちょっと認めちゃった。話題を振りましょうか。すごいな。また話題。話題のためだね。ためは。話題を振り、話題を持つ男、あと5分、あと10分、あと10分、10分、うん、あの今日久々にツイッター見てたら朝比奈さんがアルバート話についてツイートしてたから、うん、ああ、はあ、あの、あ、朝比奈さんのツイート久しぶりに見えるなと思って、おはようございます。ちなみに12時までです。はい、はい、どうぞっていう話。うん、朝比奈さんが久々にツイートを見てして、だからなんかずっとツイートしてなかったから、あの人。うんうん。その、水星マジック初めて出るでしょ？ああ、はあ、はあ。うん。で、もう宣伝、まあまあ宣伝しづらい時期っていうのもあるかもしれないですけど、全然、でもなんか面白くなってきましたみたいなことをツイートしちゃったから、うん。うん。朝比奈さんの座組での立ち位置を聞きたいね。ああ、そうですね。座組での立ち位置。うん、うん。いや、もう、いい音、温かく見守ってんで、みんなを。っていう、やっぱ立ち位置ですか？うん、そう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 。その、俺、立花さんと朝比奈さんって、芝居はどうかわからんけど、結構ぶつかってないですか？大丈夫ですか？俺を舐めちゃいけないよ。あ、ちゃんと世渡りしてるってこと？いや、立花さんが、あ、その、うん、前に朝比奈さんの芝居見たときに、いやあの人のああいう芝居やりたいねって話してたから、うんうんうん、朝比奈さんのお芝居好きなんやと思ったんです。好き、うん、うん、けど俺多分その時にあなたの家で言ったような気がするんですけど、うん、いやでも立花さんって朝比奈さんと人間的に合うんかなっていう話はしたような気がする。あ、人間的に、人間性格、普通に単純にお互い好きな同士やで。どうなの、そのタクさんに合わん人あんまおらんこない、逆に、まあ、いないと思いますけど、だって違う、立花雄介特殊じゃないですか。朝比奈さん特殊じゃないですよ。立花雄介という人間結構特殊じゃないですか。うん、特殊キャラやと思う。だって俺、ひなさんと仲良しやもん、Nトラで。ああ、そうか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 。芝居初めて絡んねんけど、Nトラでずっと一緒やったから。そうか別に初めてじゃないし、普通に別にそんな別に、うん、たくさんそんなめっちゃなんかややこしいこと言うような人じゃないしな。まあ、まあそうですね、優しい、普通に好き、うん、酒を飲んだらね、ただの元気ですか。うん、のひなさんとやっててめちゃめちゃもらってるもん、芝居。ああ、いい芝居。ああ、いいな、楽しいな。みたい、朝比奈さんの芝居を見に行く価値があるね。思う感じでやってるよ。うん。なあ、よかった。っていう話題でした。ちょっとした不安だったね。締め方下手なね。朝比奈さんが久々にツイートしてたなって話。思った答えが出ず。そこでうまく回収できず終わるっていう。クラゲさん、アルバート行きます、ありがとうございます。お、うん、ありがとうございます、頑張ってます。お二人は行くんですか？俺多分行けるかな。じゃあ俺もかぶってるから。あ、そうなんやね。そう、来週、いつだっけ、来週28、29、30で、うん、まあ、行けなくても配信は見たいなと思ってるけど、ぜひぜひ。配信はね、23日までコンビニ払いもできるんだけど、うん、それ以降はクレジット払いしかできなくなっちゃうので。あ、なるほど。そうなの。いい情報。だから、配信をお考えの方は早めに。うん。ね、コンビニ払い楽やもんね。そう。で、まあ、あのね、全捨て見れるし、アーカイブも残るんで、うんうん、別に早めに買ってても損はないかなと。
あ、いつでも見れるの？うん、あの1ヶ月以内的な？うん、1週間かな。ゴステ全部見れるし、そのゴステのアーカイブが全部1週間残るから、うんうん、ああ、うん、それは良心的やね。そうでしょ、うん、だから、うん、ぜひぜひ早めに。いくらやったっけ？3000円。どっちも3000円。え、あ、どっちも3000円ない。うん、え、聞いていいんかな、何カメで撮るのとかあるの？1カメ定点。あ、定点、うん、その客席の一番後ろからできる。そうそうそう、それはツイキャスでも、うん、あの発表しちゃう、あのウェブ上でもこう言ってるけど、そのこっちで見たい役者を選んでしまうのを避けて、お客さんが見たい役者を見れるようにっていうことで定点にしてる。すっげえ思うんだよね。おい、ライブビデオとか見てると、うん、ライブビデオって古いな、ライブの DVD とか見てるとすごく思うし、うんうん、なんでそこ、お前ここ引きでええんけとかっていうのが。わかる、わかる。めっちゃあるんですよ。わかる。なんか、あの、定点でいいと思う。うん。っていう。うん、表情まで見えるかどうかわかんない。まあまあ、確かにそこはちょっと厳しいけど、まあね、うん。まあできるだけ、できる限り、まあ、ね、安全を、も安全を取って劇場で見てくれたら嬉しいって、うんうんうん、まあそれはね、うんうん、劇場で見ていただく分のが一番ね面白く見てもらえると思うんです。あれ、うん、あ、なんかセカンドお別れ会、相内さんのトーク相手が全く見つからない問題はどうなった？大丈夫ですか？いや、いろいろ決まってきてるみたいですよ。あ、よかった。はいはいはい、大丈夫です。相内さんと話し相手がいないっていう話ちょっと面白かった。そう、寂しい。誰ファーストの時はめっちゃいたのに。そうそう、新しいセカンダもいらない子なのかなってつぶやいてた。つぶやいてたな。あー、やいさと思って。俺はすぐ応募を、応募だけはしたけど。ファーストのすぐ近くでしたっけ、立つの。新しいとこ？うん。なんか、これも発表されてんのかな？発表されてないかな？俺知らないよ、全然。あ、俺なんとなく今適当に言ってる。場所は聞いたけど、まあ、あの界隈です。発表されてないやったらやめといた方がいいな。いや、だから俺も分かってないから。めっちゃ適当に言ってる。濁す。待って、俺ほんま知らないからね。なんか界隈らしいです。ね、今、工事中は工事中らしいですけど、まあまあ、界隈です。その、でんでんタウン、恵比寿町、界隈です。ねえ、新しく、コロナ始まって新しく劇場を作るって、すごいね、日本初じゃない？ひょっとしたら。あ、そう、ね、まあまあそうじゃない。まあ、元々、うん、まあまあ、ね、最初から決まってたことではあるけれど、待ってたことだから何とも言われへんけど。うん、まあちょっとね、うん、工事は遅れてるみたいですけどね。まあさすがにね、うん。まあ業者も動かへんかったやろうし。うん、コロナね、一番ひどい時は。うん、まあでもなんか、あれ、これは言ってんのかな？なんか結構そのジャングルのビル自体がそこに移るらしくて、うん、会社の事務所自体が。へぇー。そう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 。え、じゃあ結構な高層ビルとまでは言わんけど、うん、まあまあ、何階建てっていうビルになる。ね、5、6階建ての1階が劇場でみたいなことになるのか。まあ、1階はちなみにカフェらしいですけどね。へぇー。あ、そうなんや。うん、これ、もう出てんじゃんかな、出てないかな。出てなかったらちょっと内緒でお願いします。すいません。ちょっとまずいよね、うん、まあ、まあ、いいでしょ、まあ、カフェぐらい言っても、うん、ダメか。いいよダメかな。あ、だからいい2階が劇場で1階でね、そう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 、待ってて感激の前に本番始めるってことか。で、本番終わってからもカフェでみたいな、ちょっと喋ろうぜみたいな。そうです、クラゲさん、あと2分で終わります。はい、なんだと。いや、久しぶり。じゃあタメちゃんもね、うん、先週休みやったから久しぶりなんだけど。そうですね。でも来週はできないでしょ、もう。来週はね、できるよ。来週って24。うん。月曜日はね、セカンドで稽古やから10時に終わるやろ。そっから帰ってきたら11時から1時間はやろうと思ったらできる。はい。ふわっとした。ふわっとした反応。はい、もし、皆さん、ご都合よろしければ、うん、お付き合いください。来週は大丈夫。9月。俺予定を見たらちょっと24怪しいかもしれない。あ、そうなんだ。まあ、それはもうしょうがない。うん、まあまあ。9月入ったらちょっと難しいかもしれない。もしあれやったら別の曜日に今回みたいに振り返でもいいし、みんなが揃う日がもしあればそっちに。まあまあその辺は。あ、そう、あの、そう、ごめん。はい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 、俺、あの、俺あれや、うん、まだ、いや、
一応やあれな今ああああああそうそう、ね、あれそうあのそう一応あのハモリの部分もこう考えて一応準備はしてる準備はしてるんだあありがとうだけどちょっと、うん、ただあのやる時間が今ないね仕方ない仕方ない仕方ない、うんはい、でもあのボイスメモには撮ってんねボイスメモハモリのそうそうそうなるほどはいというわけで残り30分となりましたんで、はい30分さあ30秒になりましたんで追加、ね、コンティニューコインみたいになってもった、というわけで最後まで皆さん聞いていただいてありがとうございました、またありがとうございましたまたどっかのタイミングでやろうと思いますんでまた聞いてやってくださいというわけで体調管理気をつけろよはいおやすみなさーい